スパイエアーは日本の4人組ロックバンドである。2005年結成。所属レコードレーベルはソニーミュージックレーベルズ内のソニーミュージックアソシエーテッドレコーズ。結成当初はメンバー全員がアメリカのニューメタルバンドコーに影響されていたこともあり、ギターをダウンチューニングにするなどギターリフで押すような重たい楽曲メインのラウドロックをやっていた。しかし現在は ロックという大きいジャンルの中で、ハードロック、ポップスも織り混ぜ、キャッチーで自由な音楽性を持っている。このような音楽性の変化を持った理由として、野外ライブなどをやっていくうちに、僕らを支持してくれる人たちに何かしたいという思いになったからだとメンバーはコメントしている。特に、メジャーデビュー曲のライアーは、ラウドなリフの中にキャッチーなメロディを残した。 スパイアーらしい楽曲となっているほ Just Like This は野外ライブの活動を通しファンに向けて作られた楽曲であり、歌詞も池の思いをもみけんが代筆し、ファンへの感謝が詰まったものとなっている。ほぼすべての楽曲の作詞をもみけん、作曲を UG が担当している。もみけんは結成当初から歌詞を担当していたが、結成当初の作曲方法は、 皆でジャムりながら作るというスタイルをとっていた。制作の方法としては、まず UG が打ち込みを使って曲の95%くらいまで完成させ、そのデモをもみけんに渡して詩を書くというスタイルをとっている。この時 UG はこのような気持ちで曲を作ったなど、曲のイメージは話さずもみけんが感じたままに詩を書くという。ボーカルではなく、 ベーシストが歌詞を書くというスタイルをとっており、これについてメンバーは、みんなそれぞれ歌詞を書いた経験もあるんですけど、やっぱりもみけんの詩が一番だなって、共通認識としてあると発言している。池は、もみけんの書く詞について、自分のことを理解して書いてくれている。俺が言葉を発した時の絵を想像してくれていたり、するから、すごく感動すると発言している。二千五年六月九日、 高校時代から続けていたバンドを解散した池、け、ケンタ、モミケンに UG が加わり結成。結成から1年間は曲作りとリハーサルに専念する。8月に餅の木広場にて初ライブを行った。2006年10月頃から名古屋、栄広場を中心に野外活動を開始する。この頃に知り合いの誘いでクラブイベントへ参加し、エンゼルと出会う。 2007年4月3日、自主制作アルバム、Can You Listen リリース。9月には、名古屋アポロシアターで初のワンマンライブを開催。この頃から、エンゼルは、サポートメンバーとして、活動を共にするようになっていく。11月には、島村楽器主催、ホットライン2007に出場し、準優勝する。2008年、東京でもライブ活動をスタート。9月10日に、 自主制作アルバムアライブを東海地区限定でリリース。10月には学園祭ツアーを観行。11月に2度目のワンマンを名古屋ボトムラインで開催。ソールドアウトとなる。2009年1月、全国巡業ロックミクスチャーイベントクロッシングポイントに参戦。オーディエンスの投票で初代グランプリ獲得。2月6日、サポートメンバーだったエンゼルが正式に メンバーとなる。同年4月15日、インディーズファーストシングル、ジャパニケーションを言うプロジェクトよりリリース。全国デビューとなる。4月18日、名古屋、栄広場で予定していた、野外100本目のライブが、池の入院により中止になり、500人くらいいたファンの前で謝罪をした。6月には、ジップ FM 主催栄 SP リング出演、名古屋クアトロを満員にする。 7月には地元名古屋の ZIPFM でレギュラーコーナーがスタートした。同年9月16日、インディーズセカンドシングル感情ディスコードをリリース。この頃からメジャーレーベルよりオファーが殺到する。10から11月に2度目の学園祭ツアーを観光。2010年芸能事務所のケンオンに所属となる。4月1日より ZIPFM にてラジオ番組 エアーシュロークがスタートする。6月27日には、名古屋、栄広場で、池の入院で中止になった、野外100本目のライブを達成、延べ2000人を動員する。8月7日8日には、野外フェス、サマソニーに初出演した。同年8月11日、ソニーミュージックアソシエーテッドレコーズより、ドラマ、ハンマーセッション。主題歌となった、ファーストシングル、ライアーで、 メジャーデビュー。11月27日、ミュージック ONTV にて初の冠番組となる氷ーリが放送開始。12月1日、アニメ、ブリーチエンディングテーマとなったセカンドシングル、ラストモーメントをリリース。同月3日に東京での初ワンマンライブを渋谷ボックスにて開催した。二千十一年三月十六日、サードシングル、 ジャパニケーションをリリース。兄弟曲、ジャパニケーションのミュージックビデオ撮影は、韓国ソウル郊外で実施した。同年6月8日、アニメ、銀玉、エンディングテーマに起用された、ホースシングル、サムライハートをリリース。レコ直アニメチャートで、週間1位を記録。7月30日には、韓国最大の野外ロックフェス、ジサンバレーロックフェスティバル2011に出演。 8月3日4日8日には、自主企画隊、バンライブ、真夏の3番勝負2011を開催した。同月24日、ドラマ、ドン、キホーテ主題歌となった、フィフスシングル、ビューティフルデイズをリリース。同年9月21日、ファーストアルバム、ロッキン、ザワールドをリリース。オリコンチャートで8位を獲得。同時に韓国デビューを果たし、 韓国 J-POP チャートで1位を獲得。10月30日、日比谷野外音楽堂にて単独野外ライブ、Just Like This 2011を開催、3000人を動員した。その後、12月9日から31日にかけて、メジャーデビュー後初の東名ファン、韓国ライブツアー、スパイアーツアー2011、ロッキン、ザワールドを開催した。2012年1月1日、 初の配信限定シングル、ムービン ON をリリース。同月18日には、映像作品、氷押し。前編すいません東京を舐めてました、氷押し。後編すいませんもう終わりにしてくださいを、同時リリース。3月14日には、アニメ、機動戦士、ガンダムエイジアセム編エンディングテーマとなった、シックスシングル、マイワールド、初のライブ DVD、スパイアーライブアットヤオと、 ジャストライクディス2011を同時リリース。同月17日から5月6日にかけて、初の全国ツアー、スパイエアーツアー2012、マイワールドを開催した。同年4月4日、日本放送で、自身が水曜パーソナリティを担当する、スパイエアーのオールナイト日本ゼロが放送開始。6月27日、映画、アメージング・スパイダーマンの日本版。 テーマソングとなったセブンスシングルレイゲームをリリースする8月7日8日9日には自主企画隊バンライブ真夏の三番勝負2012ロードツー武道館を開催9月5日エースシングルネイキッドをリリースし同月19日セカンドアルバムジャストドゥイットをリリース日韓同時リリースをし韓国洋楽チャートで1位獲得また このアルバムリリースを記念して、原宿アストロホールにて、ネイキッドライブと題し、スパイアー初となるメンバーや参加者全員が、上半身裸で行う、男性限定ライブを開催。10月17日には、シーモとのコラボレーションシングル、ロックディズウェイをリリース。11月21日、ドラマ、恋するハイオンの主題歌のナインスシングル、ウェンディー、It's You をリリース。 12月18日、日本武道館で単独公演を開催し、延べ1万人満席動員する。この公演をもって、エンゼルが脱退する。2013年1月6日、名古屋、栄広場にて、ゲリラライブを無告知で開催。同年2月24日、スパイエアーライブアット映画館2013、武道館。ミトカナアカンと題して、全国5カ所で、 武道館公演の先行上映を開催。3月11日から5月3日にかけて、全国ツアー、スパイアーツアー2013、桜光月を開催。3月13日に、アニメ、銀玉一国形成編オープニングテーマとなった、テンスシングル、桜光月、ライブ DVD、スパイアーライブアット武道館2012を同時リリースした。その後、5月29日、 ドラマ、潜入探偵と影主題歌となった、イレブンスシングル、虹をリリース。7月3日には、映画、劇場版銀玉完結編番事合を永遠なれ、主題歌となった、トゥエルフスシングル、現状ディストラクションをリリースし、オリコンウィークリーチャート6位を獲得した。8月7日、サードアルバム、ミリオンをリリース。オリコン初登場で2位を獲得し、 韓国洋楽チャートで1位獲得。ヨーロッパ50カ国でリリースされた。またこのアルバムリリースを記念して、同日、代々木公園にて、アルバム完全再現フリーライブを開催し、約8000人を動員する。このライブは、ニコニコ生放送、YouTube、y o u t リームで全世界へ同時制中継された。同月9日、 テレビ朝日系列のミュージックステーションに初出演、現状ディストラクションを披露する。同月12日13日14日には、自主企画隊、バンライブ、真夏の3番勝負2013、ネクストステージを開催した。その後、11月9日から12月27日にかけて、初のホールライブツアー、スパイアーツアー2013、ミリオンを開催。 11月13日には、アニメ、サムライフラメンコをオープニングテーマの13シングル、Just One Life をリリース。12月31日、ゼップ名古屋にて、カウントダウンライブ、ワンパーク限定年越しライブワンパク王に俺はなる。を開催した。2014年3月9日、劇場版、The Documentary of Spire Tour 2013、ミリオンと題し、全国9カ所で、 ミリオンツアーのドキュメント映画が上映。同月26日、ライブ DVD、スパイアーツアー2013ミリオンをリリースした。同年4月30日、アニメ、配給。オープニングテーマに抜擢された、14th シングル、イマジネーションをリリース。5月6日、この日及び翌日開催予定だった、スパイアーツアー2014、イマジネーションゼップ名古屋公演が、 VO 池が急性期間支援を発症したことを理由に急遽延期となる。同月9日、スパイエアーツアー2014、イマジネーション5月10日開催のゼップ札幌公演と5月12日開催の仙台レ鎖サ公演の延期を発表。同月16日、VO 池の体調の回復により、翌日17日のゼップ福岡公演からツアー再開を発表。 21日には午前8時に VO、池が自身のツイッターにスパイエアをやめます。と投稿し、騒動となる。この日の夜、池が生体ポリープ、急性生体炎を併発し長期の療養が必要となったことを理由に、スパイエアーツアー2014、イマジネーションの残り公演と延期していた公演すべての中止を発表。 ツイートは、ボーカリストとしての責任の重大さと、病状が悪化したことによる理由からのもので、今後の活動は、改めて報告すると説明された。26日、池の長期療養のため、5月26日時点で、予定されていたすべてのフェスへの出演の取りやめと8月11日、12日、13日に、開催予定であった真夏の3番勝負の中止を、発表した。 7月28日、公式ウェブサイトにて、VO 池がポリープの除去手術を受け、引き続き療養中ではあるものの経過は順調であることを発表。スパイエアーは解散しませんとのコメントを発表し、メンバー全員からのコメントも合わせて掲載。加えて、2014年初頭に録音した未発表曲、グローリーを公開。9月25日、ラジオ番組。 エアーシュローックが最終回を迎える。10月11日、活動再開後発のステージとして、大阪城ホールで開催された MBS の音楽イベント、MBS アニメフェス2014にサプライズ出演。11月26日、初のベストアルバム、ベストをリリース。オリコン週間3位を記録。アジアヨーロッパほか71の国と地域でもリリース、された。 12月30日、ゼップダイバーシティにて、約7ヶ月ぶりとなる単独公演、スパイエアーライブ2014復活を開催。2015年3月25日、15スシングル、ロッキンアウトをリリース。4月14日から5月20日にかけて、全国ツアー、スパイエアーツアー2015、ロッキンアウトを開催する。同年7月22日、ドラマ、ザラスト COP。 ラストコップ主題歌のシックスティーンスシングル、ファイアスターターをリリース。8月8日には、富士急ハイランドコニファンフォレストにて単独野外ライブ、ジャストライクディス i 千2015を開催。1万人を動員。10月21日、アニメ、ハイキュー。セカンドシーズンオープニングテーマとなった、セブンティーンスシングル、I'm a Believer をリリースし、11月18日に、ホースアルバム。 4をリリース。このアルバムリリースを記念して、11月18日21日に、ニューアルバム、4発売記念スペシャルフリーライブハイタッチ会を開催した。その後12月13日22日、結成10周年メジャーデビュー5周年を記念し、自身初のアリーナツアー、スパイアー ARENA ツアー2015、ダイナマイトシングル全部やりますを開催。 2016年1月9日、初の台湾ワンマンライブ、スパイアーライブインタイペイアイム、エビリーバー2016を、台北 ATT ショーボックスにて開催。チケットは即完売。1月13日には、ライブ DVD、Just Like This 2015をリリース。同年1月16日から3月10日にかけて3年ぶりの、全国ホールツアー、スパイアーツアー2016、4。 マイナスを開催した2016年3月26日フランスでの初ワンマンをパリラマシンジュ・ムーラン・ルージュにて開催。5月11日にはライブ DVD ダイナマイトシングル全部やりますをリリース。同年7月13日、18th シングル This Is How We Rock をリリース。同月30日、富士急ハイランドコニファーフォレストにて単独野外ライブ。 ジャストライクディス2016を開催、1万3000人を動員。同年11月9日、アニメ、機動戦士、ガンダム鉄血のオルフェンズオープニングテーマとなった、19th シングル、レイジオブダストをリリース。同月19日から29日にかけて、ゼップツアー、スパイアーツアー2016レイジオブダストを開催した。12月28日には、ライブ DVD、 Just Like This 2016をリリースし、12月29日から2017年1月21日に、かけて、アリーナツアー、スパイアー ARENA、e、ツアー2016から2017、真冬の大サーカスを開催した。その後、2017年3月13日から24日に、かけて、追加公演振り替え、公演、スパイアーツアー16から17レイジオブダストを開催。 同月29日、エティースシングル、b e w i t h をリリース。5月31日には、ライブ DVD、s p イ r e ARENA ツアー二千2016から2017、真冬の大サーカスをリリース。同年7月29日、富士急ハイランドコニファンフォレストにて単独野外ライブ、Just Like This 2017を開催、1万5千人を動員。会場限定シングル、 The World is m をリリースした。8月30日には、ドラマ、うつぼかずらの夢主題歌となった2ファーストシングル、ミッドナイトをリリース。10月11日、フィフスアルバム、キングダムをリリース。このアルバムリリースを記念し、10月11日14日15日に、ニューアルバム、キングダムリリース記念フリーライブを開催した。 2018年1月26日から4月18日にかけて全国ツアースパイアーツアー2018キングダムを開催する。追加公演は自身2度目5年半ぶりとなる日本武道館にて行われた。同年3月14日ライブ DVDJust Like This 2017をリリース。2018年7月25日アニメ銀玉。 銀の魂編をオープニングテーマとなったに、セカンドシングル、I wanna be, をリリース。同月28日、富士急ハイランドコニファンフォレストにて、台風の中、単独野外ライブ、Just Like This 2018を開催。会場限定シングル、We l l Never Die をリリースした。同年9月23日から12月22日にかけて、初のワールドツアー。 スパイアーワールドツアー2018を開催。10月24日には、ライブ DVD& ブルーレイ、スパイアーツアー2018キングダム、ライブアット日本武道館2018.4、18をリリースした。12月29日には、音楽フェス、カウントダウンジャパン18、19に初出演。2019年1月18日、プロバスケットボールリーグ、 B リーグ2018から19シーズンの公式テーマソングとして書き下ろしたセカンド配信限定シングル B ザ・ワンをリリース。同年3月14日より東北地方3会場でスパイエアー東北ライブハウス大作戦2019を開催した。同月27日ライブ DVD& ブルーレイ Just Like This 2018をリリース初の会員限定ライブ。 スパイアーエアーゲートライブ2019を開催。4月3日には、日本体育大学の応援ソングとして書き下ろした、サード配信限定シングル、プライド・オブ・ライオンズをリリースした。7月27日、単独野外ライブ、ジャストライクディス2019を開催。会場限定シングル、B ザワンプライド・オブ・ライオンズをリリース。2020年3月4日、 ライブ DVD& b l u r a y Just Like This 2019をリリース。同年7月18日、単独野外ライブ、Just Like This 2020の開催を、新型コロナウイルスの影響を受け断念。Just Like This 2020のテーマソングとして制作された楽曲、Inside of ME を配信リリースした。また、映像配信サービス、Stage Cloud にて、 無観客有料制配信ライブ、スパイアーデジタルライブ2020.7、18を開催。11月11日には、アニメ、配給。トゥーザトップエンディングテーマとなった2サードシングル、ワンデーをリリース。2021年1月6日、1月8日、全国公開のアニメ映画、銀魂ザファイナル主題歌、鉄輪立ち、を含む歴代の銀魂ソングを網羅した EP。 鉄輪立ち、をリリース。また、この作品を携えて1月31日に、生配信ライブ、スパイアーデジタルライブ RE、10th anniversary、キックオフを開催する。2月には、会員限定ライブ、スパイアーエアー、ゲートライブ2021を、東名阪で実施。同年3月31日、6アルバム、ユナイトをリリースし、4月4日より、 全国ツアー、スパイエアーアルバムツアー2021ユナイトを開催する。2021年7月17日、富士急ハイランドコニファーフォレストにて、単独野外ライブ、Just Like This 2021を開催。会場限定シングル、All, I Need をリリースした。同年8月11日には、ベストアルバム、ベストオブザベスト、メガボルト集。 ベストオブザベストクリップスをリリースする。9月からは全国ツアースパイアー RE10th Anniversary Hall ツアー2021ベストオブザベストマイナスを開催する。突起がない限り公式プロフィールを出展とした記述。現在はすべて廃盤。シングル配信限定シングル、会場限定シングルコラボレーションシングル EP。 オリジナルアルバムベストアルバム映像作品2011年から2013年に行われていた自主企画ライブ。3日間かけて行われ、毎回違うゲストアーティストを呼び、対ン形式で行うツーマンライブ。2014年も開催予定であったが、池が生体ポリープと急性生成体炎を併発したことで開催中止となり、以来このイベントは2017年現在。 一度も開催されていない。真夏の3番勝負2011、真夏の3番勝負2012、ロードツーブ同感、真夏の3番勝負2013、ネクストステージ、単独野外ライブの海に付けられる名称。2011年に第1回開催後、2015年から毎年夏に富士急ハイランドコニファーフォレストにて開催されている。 ジャストライクディス2011ジャストライクディス2015ジャストライクディス2016ジャストライクディス2017ジャストライクディス2018ジャストライクディス2019ジャストライクディス2020ジャストライクディス2021ワンパークありがとうございます